無停止日替え式豊田自動織機、機械を止めることなく自動的に横糸を継ぎ足して布を織ることができるこの機械は、大正13年1924年に発明された。この機械の誕生により質の良い布が早く大量に作ることができるようになり、日本の繊維産業は世界的なレベルへと発展した。その発明の裏には国の発展を願うある男の熱い思いがあった。明治時代の初め、毎晩友人たちと集まって勉強に励む若者がいた。豊田佐吉18歳。現在の静岡県に生まれ、父の下で大工の見習いをしていた佐吉は、貧しい農村の暮らしぶりを見て決意する。何か世の中のためになることをしなければ。何をどうすれば世の中の役に立てるのか、考えれば考えるほど悶々とする佐吉であったが、ある日母親の姿が目に留まった。当時佐吉の村では少しでも収入を得るために女性が機織りをしていたが、布を織るには手間と時間がかかっていた。良い布を早く、しかもたくさん織れる機械、それがあれば村の人々の暮らしも楽になるし、きっと国のためになるに違いない。佐吉は機織りの研究に没頭した。しかし大工の仕事もせず、納屋にこもってばかりいる佐吉に周囲の目は冷たかった。佐吉にとってただ一人温かく見守り応援してくれる人、それは母だった。佐吉の研究が実を結び、いつか世の中のためになるに違いない、母は成功を祈った。何としても成功させてやる。佐吉23歳、決意を胸に明治23年1890年東京上野で開かれた内国勧業博覧会を訪れていた。会場に並ぶ輝かしい最新の機械、しかしそれらは外国製ばかりだった。外国に負けない機械をこの手で作ってやる。佐吉はさらに研究に没頭した。そして半年後。母さん、できた。ついにできたよ。木製人力織機を完成させた佐吉は、明治24年1891年初めて特許を取得した。木製人力織機は片手で筬を前後させるだけで、横糸が巻かれたシャットルが走るようにしたもので、誰でも簡単に布が折れるようになり、能率と品質がそれまでより5割もアップした。大正13年1924年には、発明を志した当初から究極の目標にしていた無停止日替え式豊田自動織機が完成。当時魔法の織機と呼ばれたこの織機は世界一と評価され、この機械で成功した資金をもとに国産自動車の開発がスタートした。世の中に役立つことをしたいと研究と創造に明け暮れた豊田佐吉。その精神は自動車製造を志した息子の喜一郎に、そしてトヨタ自動車をはじめとするトヨタグループに受け継がれている。時代の先を見据え、国の発展を願った佐吉のものづくりへの姿勢は、今も日本の産業の発展を支え続けている。